ないよいないよー、バーン。今日はドキンちゃんのお医者さんごっこだよ。みんなを診察して治療していくよ。じゃあ始まるよ。今日も診察頑張るよ。次の方どうぞ。はーい。あ、アンパンマンさんどうされました？右腕をすりむいちゃったんだ。それは大変。じゃあこの傷テープを貼っておきましょう。一旦きれいに貼れたよ。ドキン先生ありがとう。これでもう大丈夫。いいですよ。しかもこの傷テープかわいい。じゃあ怪我には気をつけてね。お大事に。うん、ありがとうございました。アンパンマン大したことなかったみたいでよかった。次の方どうぞ。はーい。食パンマン様。あ、ドキン先生よろしくお願いします。はい、任せてね。今日はどうされましたか？なんか体がだるいんです。体がだるい？それは大変。ちょっと胸の音を聞かせてね。心臓の音は異常ないみたい。そうですか。軽い夏バテかもしれないですね。でも念のため治療しておきますね。はい、お願いします。食パンマン様の体が早く良くなりますようにって願いを込めながら包帯を巻くよ。食パンマン様の体が早く良くなりますように。ぐるぐる。完成。私の体はもともと白いのでちょっと見にくいですが、こんなに包帯を巻いてくれてありがとう。いえいえ、食パンマン様が早く元気になりますように。ふふふ、なんだか体が軽くなったような気がします。では、はい。あ、ちょっと待って。最後にドキンちゃんからの気持ちです。このハートにも早く治りますようにっておまじないをしておきました。わあ、かわいい。ありがとう。いえいえ、お大事に。はい、では。食パンマン様、早く治るといいな。じゃあ、次の方どうぞ。はーい。あれ、バイキンマン？どうしたの？いや、俺様なんかお腹が痛くて。そうなんだ。じゃあとりあえずお熱でも測る？うん、じゃあお願いします。この体温計をお口の中に入れて測るよ。はい、じゃあお熱を測ります。ドキンちゃんちょっと乱暴じゃない？ちょっと喋らないで。どう？測れた？バイキンマン、40度ぐらい熱があるみたい。え、俺様そんなに熱ある？なんかこれ40度って書いてある。そうなんだ。なんか熱があるって聞いたら具合が悪くなってきた感じがするかも。じゃあバイキンマンには
お注射します。注射やだやだ、痛いのやだ。もうバイキンマン、お熱があるんだからお医者さんの指示に従わなきゃダメだよ。でも痛いのやだし、トキンちゃんなんか乱暴そうだし。バイキンマン、今なんか言った？トキンちゃんは丁寧そうだけど、注射は…もうゴタゴタ言ってないで注射するよ。お尻出して。わかったよ。痛くしないでね。はーい、じゃあお注射しまーす。いてててててて て。あ、間違えちゃった。ごめんごめん、もう一回。もう次は決めてよ。はーい、いくよー。うずっ、あれちょっと間違えたかも。うずっ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 、ここここチューッと。バイキンマン、終わったよ。やっと終わった。なんかお尻に刺されすぎてお尻が痛くなっちゃった。そのうち治るから大丈夫大丈夫。じゃあ注射打ってもらったから帰っておとなしく寝るね。よく寝ればきっと治るよ。お大事に。はーい、ありがとうドキンちゃん。ふう、でもバイキンマンがお熱出すなんて珍しいな。でも体温計は40度って出てたしな。あ、そういえばこれ壊れてるの忘れてた。バイキンマンお熱なかったかも。へへへ。最後まで見てくれてありがとう。みんなも体には気をつけてね。また遊ぼうね。バイバーイ。ここを押してね。また遊びに来てくださいね。